この動画では目黒区環境基本計画改定素案の概要について説明します。どうぞよろしくお願いします。まずはじめに、目黒区環境基本計画とは何でしょうか。地球温暖化による気温の上昇や海洋プラスチック問題など、今私たちは様々な環境の課題に直面しています。目黒区では環境の保全に関する施策を総合的・計画的に推進するため、目黒区環境基本計画を策定していますが、このような環境の課題に対応するため、目黒区環境基本計画の見直しを行い、環境への負荷の少ない持続可能な社会を築き推進していくための方針を改定素案にまとめました。改定素案は5つの章によって構成されています。この動画ではこのうち第3章の基本方針1から5について詳しく説明します。環境基本計画で取り組むことは5つの基本方針として設定されています。それぞれの基本方針でどんなことに取り組むのか、一つずつ見ていきましょう。基本方針1、レジリエントな街、カーボンニュートラルの未来を作る。目黒区は2022年2月に2050年の二酸化炭素排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティの実現を目指すことを表明しました。2032年度までの大きな目標はこの3つです。二酸化炭素排出量は2013年度に比べて 50% 削減することを目標にしています。基本方針1では、省エネルギー型、脱炭素型のライフスタイルの定着や大雨による都市型水害などの災害に備えた行動ができることを目指します。そのための取り組みとして、再生可能エネルギー設備の導入支援や自動車のゼブ化推進などを行います。基本方針に、資源が循環する街、物を大切にして資源が循環する未来を作る。この方針では、物や資源を大切にする行動が定着し、ゴミの排出量が少ない街を目指します。そのための取り組みとして、目黒買い物ルールの普及啓発やゴミ分別ルールの徹底、排出指導の推進などを行います。基本方針3、緑を感じる街、身近な緑を育み、緑豊かな未来を作る。この方針では、街中の公園や緑道が地域の特性を生かして整備され、暮らしの中で自然の大切さを実感できるようになっていることを目指します。そのための取り組みとして、屋上、壁面、雪道緑化の推進や緑や生き物と触れ合う機会の提供などを行います。基本方針4、快適に暮らせる街、健康で安心して快適に暮らせる生活環境の未来を守る。この方針では、空気や川の水がきれいで化学物質などを心配することなく健康に暮らすことや、地域の協力によりゴミが落ちていない美しい街が維持されていることを目指します。そのための取り組みとして、美しい街の維持に向けた環境整備や大気、水質、自動車騒音等の監視、情報提供などを行います。基本方針5、パートナーシップで取り組む街、皆が環境を知り学び行動する未来を作る。この方針では、区民や事業者が環境についての情報発信や環境を保全する活動に取り組み、環境活動のネットワークが形成され、区全体への普及啓発が進んでいることを目指します。そのための取り組みとして、パートナーシップによる多様な環境学習機会の充実などを行います。基本方針の説明は以上です。なお、改定素案の全文はホームページで公開しています。この動画を見て興味を持った方は、ぜひホームページにアクセスしてみてください。また、
2022年11月29日から12月28日まで改訂素案へのご意見を募集しています。皆様からのご意見お待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。